なんだあれは。溶岩の巨人だ。岩を操る力を持っているって聞いたことがあるが、生で見られるなんて。宝が俺のことを呼んでいる気がする。早く見に行かなくちゃ。あれは古代コモド人に供養された海霊のトーテム。どうして生きてるんだ。体の記号に合わせて動けば海霊の呪いを解くことができるんだ。自然の霊怪奇。なんて不思議なんだ。これは海霊の力なのか。この先に何が待ち構えているんだろう。うわ、キモい。こいつはタコ？それとも人間？やつの触手には気をつけないと。運から与えられた俺の力を受けるがいい。最高の墓場だ。すごい。こいつはタコ？それとも人間？やつの触手には気をつけないと。
この触手の衝撃に耐えるのを優先した方がいい。行くぞ俺の下僕たち。最高の墓場だ。うわすごい。こいつはタコ？それとも人間？やつの触手には気をつけないと。それとも人間？やつの触手には気をつけないと。海から与えられた俺の力を受けるな。この触手の衝撃に耐えるのを優先した方がいい。俺のことを裏切った。なんてやつだ。ヒヒヒヒヒおじいちゃんと何の因縁があるのかは知らないけど、でも彼は偉大なるロジェ船長に敗れたんだ。